制点を挙げました。桜井のサーブです。右側から小杉がしっかりレシーブ、これをコクラムバックライト奥に決めました。コクラム昨日の VOL を打ちました。昨日のコクラムはアタック決定率38分の15、アタック決定率 31.2% という数字でした。さあネットインです。これはうまくフォローしました。黒部コクラムライトからフォアブロックを破りました。コクラムのスパイク、得点4対2。宮部のサーブ、ライトからコクラム。今日はセッターの実は大セットの積極的にコクラムを使ってきます。再開です。プラクのサーブ、小杉佐藤コクラムつなぎました。ここはレシーブしっかりとしていいリズムを作りました。宮部のサーブです。菊池コクラムやはりこの強豪、この人の決定力が非常に、2009年から GM を務めていました。今シーズンからは監督のポジション。さあプラク強烈、福本そして梅津、これを高橋につないだ。菊池今度はどうするか、コクラムへ、コクラムのライト攻撃。さあリズムが徐々に整いつつあります。黒部同点に追いつきました。8対8。決めるのがプラクのお得意のスパイク。そのプラクのサーブオーバーで受ける菊池、アンダーで福本が上げる。コクラムこれは強烈ですが田中がしっかりレシーブ。イメージは松本が入っています。得点13対11。松本レシーブ、桜井そして宮部ふわっと浮かせる、対応した菊池。コクラムライトから、コクラムのスパイクの前でしたか、ポイントがありましたが、いずれにしても得点は黒部です。14直って今シーズンはシーズン当初からベンチにしっかり入っています松本。菊池はどうする、バックライトのコクラム、あーこのバックライト決まりました。今の場面です。ワンは姫路が5点リードする場面がありましたが、それをひっくり返した黒部。さらには試合進んで現在は2点差から3点差になりました。コクラムのスパイク決まって黒部のリード3点差。黒部は梅津のサーブ、さあ桜井はプラクへブロックにかけ、ブロックポイントです。黒部のブロックポイント。プラクブロックで止める、ここをしのいだ。もう一度プラク、今度奥を狙う梅津がレシーブ。コクラムにつないで金井を襲いましたが、しかしコクラムにファールがありましたか。いい攻撃のリズムは作りました黒部。さあ桜井のサーブ、ここから巻き返すことができるか姫路。菊池バックセンター、コクラムが最後決めました。第3セット、メンバー姫路は変わっていないようです。そして黒部は13番の梅津がこのコート上にいます。このブロックを弾き飛ばしました。コクラムのライト攻撃、やはりプラクのブロックでついてはいます。プラク、そしてこれまで
7番の中村のサーブ、フェイント、フェイント押し合いになったが、これはどうか。得点は黒部です。さあこのネット上での試合、今シーズンからはチャレンジの対象にはなっています。姫路からのチャレンジはありません。ここです、さあ序盤2点差をつけた黒部、5対3、あ今度はサーブで崩した、崩された真田は渋い顔。プラクのサーブ、イメージを狙ってきたか、それを高橋、花井から桜井、さあここはタイミングずれたか、バックライトはトクラム、タッチありました。狭いところを打ち切りました。桜井のサーブ、打ちはバックライト、トクラム、やはりあの角度あの位置からのトクラムのスパイク、おそらく自分としては得意な形でしょう。このあの位置からの決定力も非常に魅力的。21対19、さあここでブレイクできるか黒部、速攻、花井がよくレシーブしている、ボールは黒部に返っている、バックライト、得意なところ、トクラムのバックライト、これで22点目、1本で切りました。菊池のサーブ、孫田、桜井、スライド攻撃、トクラム、ここまで5本のスパイクを決めています。宮部のサーブ、高橋、菊池、そしてトクラム、トクラムのブロックアウト、ブロック、サーブ強烈、ここは梅津がしっかりレシーブ、トクラムのスパイクにつなげましたが奥、わずかにアウト。チャレンジ、ここで黒部がチャレンジです。黒部よりロックタッチに対するチャレンジの要求がありました。ビデオで確認いたします。このトクラムのスパイク、ブロックタッチがあったのではないかという伊藤監督のチャレンジ要求です。あくまでも VTV、GT スポーツのカメラでの映像です。さあブロックタッチがあったかどうか、ブロックタッチでした、ブロックタッチありました、黒部のチャレンジ成功、これで4対4、同点です。このコクラムに笑顔があります。10月の上旬まではタイのナショナルチームの活動がありましたが、あっという間には終わりませんでした。今日はどうでしょうか。ここまで競った展開、ルメーズ、菊池、コクラム、コクラム決めました、同点。中のサーブ、この人のサーブも強烈、梅津を襲う。さあ菊池は高橋へふわっと浮かせた、花井はアンダーで投げる、プラクはしっかり打たなかった。菊池は今度はどうする、ライト攻撃、トクラムです。トクラム、プラクのサーブ、第5セット12対12、福本、菊池、バックセンター、トクラム、トクラムのバックセンター、それを阻止するか姫路、14対13、黒部マッチポイント。
昨日とほぼ同じ段階状態ブロック、最後はブロックポイント、今日は15点。